とうございます。みんなスロットに行く中、皆さんだけ。じゃあ空いてるんで打ちますか、隣で。はい。じゃあ北斗無双ですね。はい。はい、皆さん。みなせみかです。おはようございます。はい、取れましたね。上からみなせです。はい。さあバタバタした入場から。はい。ちょっと我々。並び順ということで一番最後に入りまして、そうですね、はい、はい、100人ぐらい出すかね、スロットコーナーにほとんど皆さん行かれまして、ね、はい、今日は富士山のお膝元、はい、富士山がすごいよく見えました ね、そこで。モンコレド沼津店さんにお邪魔しておりますが、はい、お邪魔します。今日はね、総決算ですよ、2021年最後の配信になると思いますので、はい、そうっすね。でまあ、ちょっといろいろ我々まとめてきたデータとかあるんで、まあ、ちょっと打ちながらね、はいはい、お知らせしていきますんで。そうですね、まあ、とりあえずね、多分配信でできるの北斗無双最後なんで。そうですね、1月までですか、来年の。なんでまあそうですね、さよなら無双ということで。お世話になりましたね、この台には、はい、上から皆さん結構、はいはい、やりましょう、はい、じゃあお願いします。さあ、はい、今日はマジで出すから、うん、最後の無双で5万発は最低出すから。じゃあ俺も全然隣空いてましたんで、結構まあ最後尾で入ってるんでね、隣で打ちます。はい、台数多いんで無双でね。皆さん、はい、編集の下田くんがですね、2021年の趣旨、はい、まとめてくれたんですよ。予想どうですか、予想、勝ってるか負けてるか。あ、でもこの番組だけは絶対勝ってると思う。あ、なるほど。いや、俺よくてトントンぐらいかなと思ったんですよ。割とパチンコ出してるから、うん、はいはい、ちょっとは負けるけど、うん、で、まあ、枚数で言いますね、ここまでの3枚が、まあ、パチンコの実勢の方が多いんですけど、プラス8136枚。そう、めちゃくちゃ勝ってるんじゃないですか。俺ズリーって思いましたよ。思いの方勝ってた。ただスロットマイナス4000枚。スロット打たなかったら万枚以上プラってたじゃん。そう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 、プライベート死ぬほど負けてるんですけどね。あ、じゃあこの番組のパチンコは勝てるってことですね。ね、バカボンもなんだかんだ出たしね、この間。そうですね、バカボン出ましたね。出ましたよ。で、なんか俺のデータもまとめようかと思ったらしいんですけど、途中で悲しくなると思うからやめたって言ってました、俺が。いやー、それはあげようよ。どのぐらいの差が開いてるのか、隣で打ったことによって。人間設定の隣で打ったことによってね。ああ。俺最近調子いいんですよ。乗ってあげましょうか、今日。やだ。真剣そう、いけー、一番ええ。ガロで7点して外れて、ちょっとぶち切れてたから。うわー、何パーでしたっけ。82%。あー、そうそうそうだ、そこまで82%ですよね、うん、ラッシュも何ヶ月見てないことやら。はぁ、通常しか当たんない。何ヶ月は言い過ぎじゃないですか。2ヶ月ぐらい引いてないじゃん。打ってないよ、当たらすぎて。マジか。だってオハテンが当たり前なんだもん。いや、嫌いになりますね。オハテンじゃなかったら通常しか当たんないの。だからどっちか。まあ、ガロが手羽向いてるってことね。今はね、だからもう休めとこうと、うん、次のガロ打とう。ホットゾーン、ホットゾーン。1個前の保留で赤になってるんで。あ、赤穂当該よりは熱いはず。はいはいはい。これが真剣ゾーンに変わってくれればいいんだよね。今ホットゾーンなのよ。金、おこれ結構な期待度だったはず。覚えてないんですけどね、これ金になってくんねやな。保留がほら真ん中が6になった。4から赤扉を40からかな。さあ、4兄弟のやつに引いてほしいですけどね。ダメだ。しかも赤文字にもならない。一番寒いやつ。マジかよ、これ期待したな。でも金ですよね。あ、来たよ、はい、右押すよ。
お、キリちゃん。でも音は鳴ってないから、通ず、当たっても通ず。あ、裏ボタン押したね。リップの血です。あ、キリン出た。あ、いつも出てきたね、あの後。キリンのなんかこう、まだ体型ありますね、ありますね、これ。わかんない。これは当たりますよ。当たるはず。そうでしょ。いやいや、これはね、復活パターンっすよ。なるほど。はい、いや素晴らしい。いや6だ、ちょっと奇数になってる。でも4から6になったんだよ。なんか なんかないの。5にして。いやちゃんと確変ちょうだい。ここ1対1だよね、無双って。頼むって。はい、違うよ、もうやめて。ここが引けないんだよな、私。何なんだろう。ほんと引けないんですよ、もうガロも。悩ます。え、悩ます。いや、大丈夫です。いや、いいんだよ、本当に。何じゃあ 3X 秒だ。3個熱いっすね。確認ちょうだいよ。じゃあもう1個飛ばして確認、うん、そう、確認ちょうだいだから。当たるのはもう当たり前だ。当たるから確認ちょうだい。熱だって。サブってこと。サブですね。熱はサブですね。兄弟、兄弟。あー、組んでた、これ、はい、これ70何パーだったかあったっけような気がする。60何パーか70何パーだった気がするんだけど、これは当たるでしょう。3、2、あれ1。激アツ。あ、激アツ、キリンガロ。あー、これはいただきましたね。ねえ、6よ、音鳴ってないよ。あ、これ当たりますね。よく外れんすよ、でもこの激アツ。マジで私何回も外してるんで。あ、でもここで赤出た。あ、これいただきですよ。ああ、いただきパターン、ありがとうございます。確認でお願い。え、嘘、よく外れるんですとか言っちゃって本当に外れちゃうやつ。カツでしょ。うわ。やりましたね。帰ろう、帰ろう。ちょっと後ろの台にどうしようかな、はい、なんかちげえと、何かがあまりよろしくはなさそうなんで、うん、さあ、さあ2台目いきますわ。2台目ですね。236からね。9500円。236って覚えておかないとな。皆さんお嬢様じゃないですか。お嬢様じゃないです。いや、でもまあそういうイメージがあるんですけど。おお、あ、金ホレーだ。いや、移動大成功じゃない。いやー怖いよー、酒の激アツ外れてますからね。本当に兄弟のリーチに行っていただきたいわ。さあ、4兄弟行くか。行かねー、やば、外しそう、やば。あー、うそー、うそー、うわー、激寒だな。なにこれ、ひでー、ひどくない。さすがに金保留7と思ってんの、マジで。うわー、久しぶりに金保留外したんですけど、私。金保留は、あ、当たった。俺当たんじゃねえかなってちょっと終わっちゃう。いや、絶対外れると思った今。いや、わかりますけど。いや、よかったじゃないですか。頼むよ、鈍いし。この台来て、いくら使ったんだろう。1000円ですかね、2000円です、2000円。だから1万。ああ、セーフだな。素晴らしい、あざます。いやー、大成功ですね。いや、1対1ですね、やっぱり。1万2500円です、総投資。イエーイ、これでやりますよ、マジで。今日は絶対に16ラウンド10発引く。よし、今年を締めくくる大連チャンを一緒に成し遂げよう。確変よ、これ。よし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 。でもね、分かんないよ。中堀気迫切ってますからね、態度はバタッ。ラオウだよ。
兄弟対決、ラオウに勝ちましょう、ね、一番強いじゃないか。ボお願いします。あ、勝機あります。あ、勝機ね、なんで赤穂に出てんだよ。じゃあよ、さっきの金保留バージョンない。ないと見せかけ怖い。もうもうこれこそ帰っていいですか。スルーしたら本当にふわふわもしないし、ムカつくわ。いやー、まさかのスルーと。あー無理だな。まあでも投資はまだそんな行ってないですから。12,500円ですよ。諦めずに行きましょう。なんで7揃ったのにそんなことしなきゃいけないの。あ、びっくり当たり。いや絶対当たると思ったんですね。これこそびっくりだわ。さあ、まあちょっと取れてないですけど、私しかも47回転で5点敗だねって言ってた。5点敗で当たりましたね。ちょっとびっくりした。確変じゃねえかよ。発展はするなぁ。弱っ。バルカンアロー。姉さん、バルカンアロー以外の技出してもらえないですか。ふわ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 。いない。皆さん好きなふわふわ。あ、来た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 、頼む。ふわふわで当たりました。ナイス。ふわふわだってまだ100来てなかったもんね、うん、何ラウンドかな。あ、16じゃん。16ですよ。ふぅ、いいなぁ。いやー、2人とも下手くそですね、今日。2300発。81%だっけこれ。82%。なんでフルート2連なの。謎に発見したくていいわ。残念だな。あぁ、4兄弟。いやー、これ外れんだろうな。赤穂になりましたけど、皆さん、俺ちょっとだけ期待してるのを知ってますよ、皆さんが。いけ、ほーらさあ、313回転。いや、マジ勘弁して。これはちょっとちょうだいちょうだい。次頑張るから。総投資18,500円ですね、はい、スープタッパー。おー、来た。あー、来た。しましょう。太陽が出てきたよ。なんで赤穂なんだよ。意味がわかんない。これ外れますわ。いいじゃん、いいじゃん。だっての、だっての理由はよ、俺。新メンバーが戦っても無駄だろって。ふわふわしないだけ、これが。あ、あ、いけ。さあ、いや、楽しませてもらったじゃないですか。はい、いいかな。おっそで、アビバとか出ないかな。あー、強いの来たな。おい、結局また。でもこの時のメンツ的にラオウが一番強いはずなんだよな、ケンシロウ以外だと。なぜ負けるのかな。やめてよ、ちゃんと物語通りになってくれよ。あ、勝った。ずっと愚痴ってたら当たりました。物語の通りになりましたよ。引き戻しました。やった。いや、見事。
さあ、71回転。立ち上がり4回目ですわ、私、最終。これは出さないと。これは伸ばしたいですね。伸ばしたいですよ。あざっす、あざっす。ああ、赤穂とか来て。いや、当たってくれ。食べ、よしよし、はよう、兄者は負ける、よし、オッケー、はぁ、危ねえ、島田がいない間に一つ来ました、なんなん変わらないか、ドナウドでーす。まあ、いや、キャラ変えずに行きましょうか。ダルスキン勝てねー、これいやー頑張ろうよ、ラオさん。あ、いや、じゃあポポア、あー、おー、ナイスポポア、ました4ラウンドいただきました。4ラウンド、あー下打ちしてっちゃう、ガチ下打ち、あ、4いった、これ発展が確定してるけどな、ただ発展するだけもんな、いや、あ、あ、お願い、お願い、3点、普通だったらプロダイルだったら3点は熱いぞ、うわー、カズがラオウが先制するのよ、ファイ、危ない、危ないよ、危なかったっすね、さあ、ということは、そう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 、ほら、りんちゃん。ありがとうね、りんちゃん。こんな可愛い子供が。いや、もう赤子同然ってか、そうだけど。りんも女になりましたよ、もう。女ですよ、もう。もうやったのかな、やったのかなってか言わない。よし、いいですね。さあ、乗ってまいりましたよ、皆さんが。こっからもう、7ぞろい10連しちゃうわ。はい。111で、あぶれ。よしよしよし、来い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 、よーし、いやーすごいね、よし、10、あー8ラウンドだ、初8ラウンド、このままだといつもの上から水瀬になります、水瀬ミカだけ出てまさか負けるという、本当ですよ、俺もずっと言いたかったけど我慢したんですよまたこの2021年の節目も富が集中するのかと思ってゼロ、しかも100切ってないんで熱いよね、これね、これがあるからやめらんないのよ、この台、あ、もうなくなっちゃうんですよね、なくなっちゃうんですよ、悲しい、2400パスはでかいよ、さあ7にならなかった、あ、また4か、7が来ないよ、全然振り分け負けてない、結構負けてるよね、ちょっと振り分け負けてますね、
振り分け負けが続いております。ひたすら4ラウンド。そういう時はそういう時はそういう時は海王ですね。海王、海王様嫌いじゃないのか。魔人頑張れ魔人。よし、うわ、どういう振り分け負けなんだろうな、これ全部4じゃない、ずっと。お、これはいただきパターンでしょ。よし、あった、やっときた。ここまで来たら女性陣選んでも大丈夫ですよ。よくわかんないですけど、そうなんですか。あの早い段階で女性陣選ぶとすぐ終わっちゃう。俺が選ぼうとしたら止めてくださいよ。ほら、扱う人によるからさ。あ、そう。インシアンス誰も戦わない。え、誰も戦わない。本当ですね。一回も発展しない。いや、ちょっと早かったんじゃないですか、まだ。まだ女選ぶの。戦いたくないんだったらあのメンバーに入るなよ、お前は。悔しいなぁ、ここまで来て。いやぁ、ちょっと消化不良でしたね。ほんいや、十分すごかったんですけど。すごかないんだけどさ、まあ出玉がね、連チャンに対すると少ないですからね。5回ぐらい当たりそうな気がするんだよな。初当たり5回目。それがハマってないですもんね。ハマりってハマりないでしょ。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。風が強いです。はい。いや、見事なまくりでしたね。ちょっとね、もう一生りんちゃん選ばない系にまたなっちゃった。ああ、なるほど。まああれがレンタが終了した系だと。絶対そうでしょ。絶対絶対そうか、絶対そうじゃないかというと。絶対そうです、あれは。まあ科学的に見たら違うと思うんだけど。じゃあ最後、うん、お別れ打ちする方は、ラッシュ中は女性陣を選んじゃダメだと思うんですね。そうですね、私だからプライベートでも次打つときはもう絶対選ばないですわ。マミヤはもしかしたら選ぶかもしれないけど。あの皆さん一個いいですか、はい、もうちょっと役に立つ情報届けませんか。で今日の結果ですが、はい、今日の結果お願いします。18,500円投資、うん、14,355玉だと思われます、うん、はい、はいはい。いや、まあまあまあ勝利ですよ。勝ちましたけどね、ええええ、ちょっと最後だけちょっと、あ、もっと行くつもりだったんで。まあ島田に酒おごるぐらいは勝ちましたね。ああ、おごっていただけるんですね。そうね、まあ いつものことだけどね、別に負けようが。まあ、ちなみに俺35,000円負けましたけど。35,000円負けました。35,000円負けましたけど、毎回だね。もうそう慣れましたね。だからもう今日までのことは忘れよう、うん、ああ、もう来年度になりますからね。まあね、もっと2022は、ええ、引き強が帰ってくることを願ってます、私は。そうですね、はい、これも何でしたっけ、パチン、引き強パチ決めでしたっけ。解明、解明、はい、キャッチフレーズなんで、名前じゃないんでね、特に、はい、引き強パチ決めってというふうに呼ばれるようにね、はい、そうですね、来年は、はい、頑張りましょう。わ、はい、かりました。はい、じゃあ最後、視聴者の皆さんに、2021年のそのお礼っていうんですか、ちょっとメッセージを送っていただけると。今年も皆様見ていただいてありがとうございました。視聴数は減っておりますので、1人2回、見てください。1人2回で、あ、カウントアップするのかな、するか、わかんない。俺もよく知らないけど。じゃあ2回ではず3回お願いします。じゃあ5回ということでよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん来年もよろしくお願いします。さよなら。